皆さんこんにちは、昼からイブニングです。今から始めます。今週もゲストがいらっしゃらないので、いろいろなランキングを皆さんにご紹介できればと思っています。じゃあ始めます。1月も31日になりまして、いよいよですね、プロ野球キャンプが、今年もスタートというところですね。明日2月1日からキャンプが本格的に始まるわけなんですけれども、そんな中、今日1月の31日本日ですね、沖縄入りした球団もいくつかございまして、さあ宜野湾市はですね、横浜 DeNA が本日から沖縄入りということなんですよね。今年もですね、セリーグパリーグ合わせて10球団がこのキャンプ期間中に沖縄でキャンプを行うということでございますね。楽しみですね。どうですか皆さん、週末はプロ野球のキャンプなんか見に行ったりとかね、お子さんが少年野球なんかをされてるご家族がいらっしゃれば、なんか行く機会も多いのかも分かりませんけれどもね。またこういったオープン戦なんかも沖縄ではいち早く見ることができたり、またその少年野球の皆さんに近くでプロの技をこう見せれる機会が多いということで、非常になんか恵まれた地域だなというふうに思いますけれどもね。僕も野球はあまり得意ではありませんけれども、今年はどっか球団見つけて一個キャンプにでも見に行ってみたいもんですね。さあ皆さん、忙しい2月になると思いますけれども、4話ねやっていきたいと思います。1月も今日で最後、スタートさせていただきます。昼からイブニングです。皆さんこんにちは。時刻は午後2時30分を回りました。昼からイブニング、パーソナリティのイラミナセイキです。いやー、プロ野球キャンプね、このシーズンになると、いろいろこう本土から、まあその野球球団関係者とか、あとは報道陣とか、そういった方々が沖縄にどっと詰めかけるもんですから、まあ市内もそうですけど、ホテルがね非常に取りづらいなっていう声をよく聞くんですよ。で、まあ、いろいろその野球以外のお仕事で、まあ定期的不定期にこう沖縄にいらしている方々なんかの話を聞くと、いやもういつも泊まってるホテル満杯で取れないんですよ、どっかないですかってよく聞かれるわけなんですよね。で、まあ那覇市内だったらこういうホテルもあるし、まあ、最近は民泊なんてのもありますけどねみたいなことを話はするんですけど、なんせ僕沖縄に住んでますから、どんなホテルなのって聞かれても答えようがないんですよ。泊まったことないですから。はい。まあ、そんな中、ホテル業界もですね、その、うちな県民割みたいな形で、うちなんちの住んでる皆さんにも、どっか特別な感じで、ホテルを利用していただこうということで、そういったプランなんかをね、前面に打ち出しているホテルもたくさんありはするんですけれども、だってもう沖縄近いじゃんね、家。だから飲んだから、遠くで飲んだからそこのホテルに泊まるみたいなことはあっても、なかなかこうなんか、じゃあ今日暇だからホテル泊まってみようかなみたいな、なかなかこう足を踏み出せない状態ではありますけれどもね。はい。まあそんなこんなで、ホテルも混み合う、道も混み合う、キャンプ場も混み合うみたいな、そんな2月が、明日からスタートしてまいります。さあ1月のうちにちょっとこれはやっときたいというものがある皆さんはですね、今日駆け足でパッと片付けて、新しく明日から2月を迎えてくださいね。さあこの番組はゲストとともにお話をしながら、小ネタにできるような様々なランキングをご紹介していく情報バラエティ番組です。昼と夕方の間の30分、どうぞ何かしながらお楽しみください。この番組ではメッセージもお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスやユーストリーム、サイマルラジオでもお楽しみいただけます。お手元にネット環境があれば、 FM ギノワンのホームページより覗いてみてくださいね。
さあ沖縄も1月は桜祭りが各地で開催されておりますけれども、僕も先日ちょっと用があって、北部の方まで車で行きましたら、名護の方はもうだいぶ桜が満開で、ちょっと足を伸ばして泣き陣元部のあたりまで行ってきたんですけども、あのあたりはやっぱこの道沿いに桜の木が植えてあってもうほぼ満開でしたね。あの新聞にも那覇でも桜満開なんていう記事も目に留まりましたけれども、さあそんな花の季節、オープニングは小袋で桜から参りましょう。さあ今日はですね、 FM 宜野湾の真下、同じビルの1階にありますこちら蕎麦屋さん花木な、こちらのランキングをご紹介してまいりたいと思います。非常にですね、早期炙り早期が、有名な推しの蕎麦屋さんでございますけれどもね、今日食べてきたんですけど本当に美味しかったんですよね。何度かね、僕も足を運んだことはあるんですけれどもね、そこの人気メニューランキングでご紹介したいと思います。さあお送りしたのは小袋で桜でした。昼からイブニングは少しでも多くの皆様のライフが楽しく過ごせるお手伝い、リノベーションのことなら有限会社徳政工業ラフィット、創業45年、これからもご要望以上の製品作りを目指す玉木鉄工、ヘアカラーとヘッドスパの店、那覇市式なの美容室マリーゴールド、以上各社の提供でお送りします。改めましてこんにちは、昼からイブニングパーソナリティのイラミナセイキです。本来であればここでゲストをご紹介することになるんですけども、今日も一人ぼっちなんですね。いやー、ゲスト呼びをサボってますね、完全に。来週はいらっしゃいますんでね、今日も一人でいろいろと誰かに話したくなるような話題とランキングご紹介してまいりたいと思います。今日いろいろと今朝から出かけておりまして、待合室で待ってくださいっていう場面が多かったんですよ。この FM 宜野湾の番組前もそうだったんですけど、でね、新聞に目を通す時間が結構あったんですけど、さ、朝行ったところで、はい、新聞を手に取り見て、で次のところでまた新聞と手に取り見て、でまた宜野湾来ても手に取り見てみたいな感じなんですよね。恥ずかしながら新聞取ってないもんですから、行く先々で新聞は見たいなと思うタイプではあるんですよ。でね、新聞見てたらいつも思うのがあってですね、毎日ね、目を通されてる方はご存知だと思いますけど、新聞っていろんな広告が載ってくるんですよ。
で、まあ、当然ねいろいろニュースだったり、まあ、テレビ欄あとはラジオ欄もそうですけれどもありますけれども、そんな中に、通販の紙面というかページがあるじゃないですか、まあ、あの紙面の角っこだったりね、面白いですよ。足丸ごと加圧マッサージ、足を丸々こうなんか寝袋みたいなやつに入れてマッサージするみたいなやつですね、うん、いいんでしょうね。あとはオカリナね、オカリナハーモニカ軍団ね、いいと思いますよ。ずいぶん昔の話ですけど、まあ、知り合いの、まあ、お仕事仲間のおじさんがいても、おじさんもおじさんも大先輩のおじさんですけども、なんならおじいちゃんですけど、そのおじいちゃんが、いや実は新聞に載ってるオカリナ買ったんだよって言ったんですよね。お、初めて会いました、その新聞に載ってるオカリナ買う人みたいな。買う人、これ言い方悪いですけど、まあ、いらっしゃるんでしょうけど。ほんで、まあ、なんか今まで音楽もやってこなかったし、ただカラオケは好きなんだよと。だけどやっぱり家で一人で暇してるから、オカリナでも吹いてみようと思って買ったって言うんですよ。いいじゃないですか。まあ、これでね、まあ、それはいくつになっても新しい趣味を始めるのは素晴らしいことじゃないですかみたいな話をしてたんですけど、で、何日か経って、まあ、1日2日くらいは、いや、失礼、オカリナって奥が深いんだよっつって、で、まあね、小学校の頃とか皆さんその縦笛とかいろいろ経験されてはありますけれども、まあ、それに似た形でオカリナっていうのもこう穴を指で押さえてピー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 音を鳴らす楽器であるんですけども、奥が深いんだよっつって、この息の吐き方一つにしても違うんだよみたいなことをなんか永遠話しかけてくるわけですよ。でこっちなんてもうオカリナ全然興味ないですから、ああそうっすかみたいな、そんな感じしてたんですけど、でしばらく経ってパッとオカリナの話全然しなくなったもんですから、もうどうなったのかなと思ってこっちから聞いてみたんですよね。オカリナやってますかって言ったら、そしたらオカリナみたいな感じなんですよ。飽きちゃったみたいなんですよね。まあ、まあ、買ったはいいけど続かなくて倉庫に眠ってるみたいなものって僕の家にもたくさんありはするんですけれども、まあ、なかなかねこうやって新聞のこのチラシなんか見てるとね、なかなかこうそうそう安いもんでもないんですよね。そのオカリナもハーモニカもさっきの加圧マッサージもそうですけど、はい、まあ、衝動買いがダメだとは言いませんけれども、もう心して買うべきですよね。こんなこと言ったらリサイクルショップにオカリナがいっぱい並ぶことになってしまいますからね。それ誰が買うんだっていう話ですけど、オカリナね、はい、まあ、そんなこんなでございますけど、ほんで今日、まあ、このラジオ前に、昼飯でもと思ってそば食べに行ったんですけど、ちょうどこの新聞記事に載ってる、まあ、一つのねこの通販のページでだよなと思ってたんですよ。まあ、実はね僕はラーメンとかそばとか食べるときにこう麺すするじゃないですか、ってねこのすする力弱くねえかなと思ってた自分で。とってもほらコマーシャルなんかでも美味しそうにね、もう麺をズルズルズルってテレビなんかでもよく見ますけど、ああいうのを意識して麺ズルズルズルってやってみたいなと思うんですけど全然入っていかないですよね。だからどっちかっていうとこう箸でこう麺をかき込むみたいな食べ方に僕はどうしてもなってしまうんですけど、でこのな意外とこう喋ってる割にはこの肺活量っていうか、これが肺活量なのか何なのか分かりませんけども、息をこうそばを吸う力ねえなと思ってたんですけど、そんな中に 目に留まったのがこの息切れを改善する呼吸器トレーナーっていうのがあるらしいんですよ。笑っちゃいかんすけど、あイギリス生まれの横隔膜のダンベルっていう横隔膜のダンベル、なんかねどういうもんかというと、ちょっとした機械を口にポンと加えてそこで息をスーッと吸うと、でその機械がなんか多分ね、まあ、ざっくり言うと息が吸いづらい機械なんでしょう。でそれでなんか負荷調整バネとか中に入ってるんですけど、それこう吸うと意外とこうなんていうか自然にこう横隔膜が鍛えられますよっていうことなんですよ。はあ、なるほどな。まあ確かにこう息を吸うってね普段意識してないですから何とも言えないですけど、まあ意外と大事なことなのかもしれんななんて思って今日昼そば食べに行ったんですよ。
して、まあそのことが頭にあるもんですから一応やってみるわけですよ、このをねもう全然でしたね。もうやっぱね、美味しそうに食べるって難しいことなんだなと思いましたね。まあ意識してどうのこうのって話でもないかも分かりませんけれども、さあそんなこんなでね、こう麺類お蕎麦の話が出ましたんで、早速こちらのコーナー行ってまいりたいと思います。昼からランキング、さあ昼からランキング、この時間は誰かに話したくなるようなさまざまなランキングをご紹介していくコーナーです。今週のランキングはですね、じゃじゃん、沖縄そばどころ花木なさんでございますね。こちらはですね、お蕎麦屋さんになるんですけれども、この FM 宜野湾がございます宜野湾市喜友名の G タウンビルの1階、ちょうど FM 宜野湾の真下に、店舗を構えている沖縄そばどころ花木なさんに実は先ほどお邪魔してまいりまして、いろいろお話を伺ったんですけれども、今日はですねその花木なさんの人気メニューランキングベスト5、こちらをご紹介してまいりたいと思っている所存でございます。いや花木なさんね、本当にいろいろメニューが豊富なお蕎麦屋さんなんですよ。ざっくりご紹介してまいりましょうか。まあなんといってもですね、この花木なさんは炙りとろソーキが推しでございます。ひとえにとろソーキ、まあとろとろに煮込んだソーキを炙ったものでございますけれども、その炙りソーキとひとえに言ってもいろいろ種類がありまして、黒酢とろソーキ、または揚げソーキ、変わりどころでは南蛮とろソーキなどのメニューが、揃えられているということですね。もちろんそばもいろいろ種類がありますが、セットメニューなですとか、あとは丼物、この炙られたトロトロの味クーターのソーキをご飯に乗せて食べたいぜという方は丼物もございます。もちろんミニそばセット、味噌汁セットも単品でもお楽しみいただけると。またそれ以外にもですね、定食もありますし、一品メニューも豊富に取り揃えているというこちらの沖縄そばどころ花木なさんの気になるメニューランキング、こちらをご紹介してまいりたいと思います。FM 宜野湾にゲストとか、あとは番組等々でいらっしゃる方々がもしかしたら足を、お運びになられた方も多いと思いますけれどもね、ちょうどその下にあるお蕎麦屋さんのランキング紹介でございます。それでは早速参りましょう。あ、ざっくり先にメニューを言っといた方がいいのかな。まあ、まず一番はその炙りとろソーキそば690円でございますけれども、あとはね、野菜そば、アーサそば、三枚肉沖縄そば、もうレギュラーメニューは揃ってますね。あとはセットメニュー、そば、ソーキ、ジューシーがセットになったり、あとはまあジューシー各種ですね、あとはレディースサラダセット、レディースジューシーセットなんていうのもありますね。あとは気になるのが丼物でございますけれども、丼物多いんですよ。その炙りソーキ丼もそうですけど、豚ネギ塩丼、あとは定食、これ面白いのが若鶏の唐揚げ油淋鶏ソース。ああ、もう油淋鶏めっちゃうまいですよね。油淋鶏って何淋鶏っていう方はもうぜひ足を運んでいただきたいと思います。さあ早速それでは、ランキングの方に移ってまいりたいと思います。本日は沖縄そばどころ花木なさんのメニューランキング第5位。ナンバー、はい、これちゃんと店員さんに聞いてますからね。僕が勝手にこれうまそうだなってやってないですからね。はい、さあ第5位、第5位はですね、そばからわかめそば590円。はい、ありがとうございます。いいですね、わかめそばって珍しいですよね。逆にもうお写真ではですね、おそばの上にわかめがぎっしり乗ってまして、当然センターにはソーキのお肉、ネギ、そしてこれはかまぼこですかね、刻んだかまぼこが乗ってるという非常にシンプルなメニューでございます。あー、いいですね。最近やっぱ寒い日もありますからね、こういった温かいそばなんていうのが、楽しみになってくるわけなんですけれども、イレイさんという女性の店員さんがいらっしゃいまして、その方にいろいろとお話を伺ったところですね、もう本当にいろんなメニューがあってたくさん出るんですけど、ベスト5といえばこのわかめそばですというような回答でしたね。それではどんどん参りましょう。第4位。ナンバー4。第4位、北中城さん生アオサを使用しておりますアーサそば690円。はい、ありがとうございます。アーサそば鉄板でうまいっす。もうぶっちゃけどこでもうまいっす。はい、そんな定番のメニューが花木なさんにもございます。こちらはですね、沖縄県産北中城産の生アーサを使用したアーサそばと
なっています。先ほど5位のわかめそばと比べてですね、まあ、わかめがアーサンになったみたいな感じです。ちゃんと早期のお肉も乗ってますよっつうことですね。はい、それではどんどん参りましょう。第3位、ナンバー3。はい、第3位、来ましたね。こちらはセットメニューからですね。はい、失礼、これ第2位ですね。はい、第3位、こちらでございます。黒酢とろソーキそば740円。はい、ありがとうございます。黒酢そろとろソーキそば言いづらいわ。黒酢とろソーキそば、あーいいですね。この花木菜さん、なんといってもそのとろソーキそば、ソーキが、売りでございますからね。先ほども申しましたけれども、とろソーキの他に黒酢とろソーキ、南蛮とろソーキ、揚げとろソーキなどなどがございますということですね。やっぱそばのメニューが定番ですね。この黒酢とろソーキそばもですね、実はそのとろソーキそばメニューはおそばの上にソーキが乗っかってるんじゃなくて、小皿で別皿でソーキが並べられてあるんですよ。でこの黒酢とろソーキはその黒酢でこう煮込んだとろとろのソーキなんですけれども、このソーキといっても一重にあれなんですよ。なかなか奥が深いもんでございまして、もう本当中とろとろなんですけど、ソーキを炙ってるもんですから、外側はしっかり肉の歯ごたえ、ジューシーさがこう出るというような、そんなものなんですね。で麺にも特徴がありまして、手打ち麺、特別オーダーの手打ち麺で、中にですね、口なしの実を練り込んだ、特製麺となっています。非常に歯ごたえのある麺で、このなんていうんですか、手打ち麺のその独特の辛みがこのトロトロのソーキと非常にマッチして、そしてカツオだしのスープね、こちらもどんどん口に広がるといった、そういった一品になっております。第3位黒酢トロソーキそば、第2位参ります。ナンバー2。はい、第2位、こちらはですね、セットメニューから花木菜セット A。 はい、ありがとうございます。セットメニューはもう鉄板で欠かせないですからね。そばも食べたいけどジューシーも食べたいぜ、でも早期は外せないという方にこのセット A おすすめでございます。790円。内容としましては、そば、小ぶりのそばとジューシー、そして炙りとろソーキ、サラダ、小鉢が1品ついてこの価格。はい、僕はいつから通販の人になったんでしょうかという喋り口調になっておりますけれどもね、非常に男性でも、もう満足いただけるボリュームになっています。あの花木菜さんの特徴としましては、実はですね、フーチバー、かつお節、まあ、もちろん紅生姜もお好みで入れれることなんですよね。別カウンターがありまして、そこにこのフーチバーとかかつお節、紅生姜、あと漬物とか、あとドリンクもフリーで並んでますし、そういったものを自分の好みでそばにトッピングできる、それが花木菜さんの特徴なんですよね。店内はですね、結構広々してて、駐車場もありますんで、カップル、ご家族、お一人でもカウンター席もございますんでね、そちらでぜひこのセット A、召し上がってみてはいかがでしょうか。さあ、昼からランキング、本日はですね、FM ギノワン下にあります、沖縄そばどころ花木菜さんのメニューランキング第1位、こちらでございます。ナンバーワン。はい、もうお店の看板メニューといっても過言ではございませんね。炙りとろソーキそば690円。はい、ごちそうさまです。ありがとうございます。今日僕もこれいただいてきましたけれどもね、この先ほど炙りとろソーキが別皿で出てくると言ったじゃないですか。その別皿の横にわさび乗ってるんですよ。でこのとろとろのソーキの炙られたところにこのわさび乗っけて食べるとですね、もうやばいっす。ちょっと漏らします。店員の入江さんにお話伺ったところですね、やっぱりこの炙りとろソーキそばが一番出るメニューですということなんですよね。さあ、今日はですね、もう僕も食べたばっかりではありますけれども、なんかまた食べたくなりましたけども、FM ギノワン、同じ建物内1階にございます沖縄そばどころ花木菜さんのメニューランキングベスト5ご紹介いたしました。以上、昼からランキングのコーナーでした。どうすか、昼食べたのにもうそば食べたくなったでしょう。わかりませんけれども、先ほどね、特製の手打ち麺、その口なしの実を練り込んでいるということで、非常に歯ごたえのある麺なんですけれども、あの手打ち麺ならではの、なんていうんですか、麺の太さのランダムさがあるじゃないですか。
細いのがあったり太いのがあったり、あと縮れ具合も違ってたりするんですけど、それがですねこの早期のこの辛みが非常に良くてですね、でまたわさびがうまいんですよねこれね。はい、さあ改めてご紹介しましょう、沖縄そばどころ花木縄さんですね、こちらは、営業時間の方が朝11時から夜の8時30分までの営業となっております。お電話番号が 098-893-8797、 893の花木な花くなで覚えてください。FM機の前にお立ち寄りの際はぜひですねお昼ご飯また夕飯など、行ってみてはいかがでしょうか。駐車場もありますんでね、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。さあ昼からイブニングではですね、こうやって気になるお店のランキングメニューなんかも今後は取り入れてご紹介していけたらなと思っていますので、ぜひまた2月からもですねこの時間昼からイブニングお楽しみいただければと思います。さあいかがだったでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。次回はゲストとともにいろいろなランキングご紹介してまいりたいと思います。昼からイブニング、お相手はイラミナセイキでした。それでは皆さん良い午後を。ありがとうございます。さあスプリムさん、コメントご紹介できず申し訳ありません。油脂豆腐そばめっちゃうまいですよね。ちょっと実は花木菜さんにはないんですよね。黒田アーサーそばもないです。ありがとうございます。また聞いてください。ありがとうございます。